はいどうも、今日はりんちゃんです。なんか新しいスキンで体にいっぱい書いてあるやつですねなんか背中に上方向の矢印書いてあったけど、なんか手の甲にはごつ細かい模様書いてあるのに背中めっちゃ雑な模様書いてましたね。ではまあ呪いのトーテムを見て回おったわに溶け込めへんかなって思いながら隠れてたな溶け込めるか。よし、じゃあ、オッケー。あっさり取れましたね。草が揺れ動いたのがポイントでした。あのリンちゃんって能力を解除して一瞬1秒くらいかな、高速移動ができるっていう特徴があって、アドオンでその高速移動の時間少々伸ばしているので、あれですね、レイスが透明化解除した後でちょっとだけ速く走れるみたいなのと同じく、リンちゃんも能力解除後に少しだけ速く走れます。今そこの呪いのトーテム壊してたやつおるな。ほい、はい、高速移動、はい、切る、はい、はい、間に合った。これはん？ケイトか。最近なんかもうキャラクターのスキンが増えすぎてて、パッと見で誰なんか分かれへんよな。これで追いましょうか。ここ声がした、ここ、よし。なんかもう声で追いかけるしかないよね。一応捕食者つけてきてるんですけど、全盲の方がいいのかなと思いつつ、僕全盲持ってないんですよね。リンちゃんのレベル相当上げたんやけど、正直まだ出てないパーカーあと5、6個しかないねんけど、全盲がその5、6個の中に入ってるのよね。この辺りにおったけど、お、霊障発動した。一人は見つけたいな。この間におったわ。気づいてないふりしながら近づいていって、声した今。声しますね、おるわ。ほい、いいね。これはこっちです、釣るのは。なぜなら過去に一回釣ってるから。早めにね、一人を退場させられるのであれば、そっちを優先した方がいいと思います。僕は基本的にキャンプはしないようにしてるんですが、それはなんか、キャンプがなんか戦法として好きじゃないとかそういうのじゃなく、単純にキャンプしない方が稼げるからです。あ、死んだ心折っちゃったか、怨霊心折っちゃうか。じゃあ、あっちかな。ポイントが欲しいね。死ぬほど。お、なんか深読みしてくれたな。今のは、ホーンテントハウンティング使ったフリーです。どうしようかな。ここで使う、ん？どこや？あっちか。おった。もう使いようやよな。うまいこと使えたらほんまにサクサク取れるねんけど、使い方をミスると余計逃げられるっていう弱点があって、余計逃げられてしまうと、多分それを繰り返してしまうと全然強くない、嫌いな蝶ね。あ、デッドハード使われた。ん？おらん。ん？後ろ？あれ？いや、そんな遠く行ってないと思うけど、あれ？あ、しまった、普通に逃げられてしまったな。うん、まあいいか。あれ壊しに出たりせえへん？もう霊障残ってないから、このトーテムがルインやねんけど、この状況でルイン壊されるとね、こっからあれよあれよという間に直されて、一人早めに脱落させたのに、結局二人しか倒せなかったみたいなあったりするので、できればこのルインは死守したい。お、いいですね。あれか、フェミンか。どう言いますか。どこや、おった。
今声が後ろの方から聞こえてきたので引き返したなと読みました。うえい、みんちゃんこの服かわいいな。持ってるけどね、みんちゃんのスキンは全て持ってるけどね。やっぱり改めて可愛いなと思っただけです。トーテムの近くにおったな。あれ、ん？この辺？あれはトーテムを壊しに行ってる？行ってない？行ってはないか。発電機も回ってないもんな。あ、救助来た。この距離で来るんや。じゃあ、あっちかな。いやー、このネアの新しいスキン目立つな。ピンクって超えた。この辺、おる、惜しい。くそ。ここで能力を使ったフリー、離れていくのが見えたので能力を使っております。解除ちょっと早かったな。まあもう早めの解除をしていくぐらいの方がいいよね。見失った方が困るから。余裕があるからね、もう少し負荷を追いしてもよかったんですけど、逆か、余裕があるからこそ早めに解除して確実に見失わないように追った方がいいのかな。余裕ない時の方が深追いした方がいいかもね。一か八かで。救助早いね。大好きやな君たち。カラス飛んだの見えたからあっちかな。ちょっとまっすぐ追ってみましょうか。おるな。いや捕食者のおかげで分かりやすいな。いたぐる？じゃあこうして、やっぱ離れてたね。離れたやろうなこれって思った時は能力を実際に使って足跡を追う。でいたぐるしてようとしてる気がするなって思ったら不意に振り返って後ろから殴る。こんな感じで能力をうまいことチェイスに使えればほんまにあっちゅう間に敵を追い詰めたりとかできますよね。その使いどころやねんな。まあ言うだけなら簡単やよな。今回なんだかんだうまいこと言ってますけど、うまくいけへんときはほんまにうまいこといけへんから。おった。気づいてな、ああ、走られたか。気づいてないふりしながら近づくのはほんまに重要な戦法なんですけど、通用しないと思ったらさっさと解除するのも大事。板使わんねえ。バランス？それバランスの動き？ちゃうやん。ツッコミみたいになったわ。ちゃうやん。この人死ぬはずやから、このトーテムの横の服使いましょうか。ほい。死なないのであればあそこに釣ってしまうと、トーテムがバレちゃうからあんまりやらないんですけど。はい、こんにちは。ん？こっちか？よし。これケイトってパッと見で分かれへん。なんか茶髪ロングの髪型フェミニもあるからフェミンのようにも見える。オッケー、釣っちゃいましょうか。釣ってバベチリで1見ましょう。だから地下ではなくここに手っ取り早くパパッと釣って場所を確認する。あ、そんなことせんでも場所教えてくれた。マジかよ。これは行ったやろ。オッケー。これは行ったな。届かん。あ、取れた。あっぶね。ちょっと待って。これはケイトが即死んでしまったとしても、ハッチには間に合わせない。オッケー。いいですね。今回めちゃくちゃリンちゃんっぽい勝ち方したんじゃないですか。
こういうことよな。山岡凛というキラーはこういうことやわ。自分見よ。うわあ、ひど、ひどい顔。あ、一瞬ハゲたな今完全にハゲたな今。ええけどやな。はい、ということで山岡凛ちゃんでした。ポイントとも結構入ったんじゃないかな。